バッゲージストレージサービスについちゃいました、ターミナル1からターミナル8まで来て、ターミナル8で荷物を預けて、ニューヨークのマンハッタンに出てみようと思います。今荷物を預けてきました。地下鉄に乗りたいんですけど、乗るのにさっき乗ったエアバスに乗ってから地下鉄の駅がジャマイカステーションかなあるみたいなので、そこまで行ってみます。アメリカのお家はかわいい。ジャマイカステーションに着きました。これから地下鉄を探して乗りたいと思います。チケットも買えたので、これから、サブウェイに乗って行ってきます。歩いていけば着くのかなっていう感じですね。タイムズスクエアの出口に行きました。このエスカレーター出ればタイムズスクエアみたいです。出たけど、どれがタイムズスクエアか分かりますね。あれかな、地図もらえばよかった。地図が欲しいって言ったら地下鉄の地図をもらっちゃいました。で、タイムズスクエアはこっちって言われたけど、どれがタイムズスクエアか分かりません。小腹が空いたのでちょっと軽食食べてみます。タイムズスクエアがどこかわからないんですけど、ここな、ここがみんなタイムズスクエアっていう、ここなのかな。ちょっとトイザらスに入ってみます。すごい、タイムズスクエアのトイザらスアトラクションみたいになってます。恐竜もいらっしゃいます。動いてるし、サンパウロへ飛びます。荷物がサンパウロでまたピックアップしろってことなので、全部機内持ち込むことにしました。大きいバッグも三脚とか入ってたんで、通るかヒヤヒヤしたんですけど大丈夫そうなので、このまま行ってみます。サンパウロに到着しました。ターミナル2に
かなければいけないんですけど、ちょっと探してみます。第2ターミナルドメスティックなんですけど、ターンリフトダウンみたいな風に言ってて、なんかつけそうな感じですね。よかった。だいたいカンボジアでもインドでもボリビアでも日本人いたんですけど、ブラジルは日本人らしき人が全然見当たりません。ラヘリーニャス着いたらいますかね。とりあえずターミナル2に着きました。これみたいです。その横にドメスティックありました。入ります。ようやくサンルイスに飛びます。まあ、分かったな。また着いたら撮ります。